選挙してるのを始めます。お嬢様、ボンのジャブ、ただいま戻りました。誰も俺のスピードについてこれまい。アテナもお帰りになって、このサンクチュアリは平和そのものだ。カードはもうないんですよね。ここにいる奴らは全員この世の地獄を見てきたんだ。Twitter と LINE がいけてるんで問題ないでしょう。
テレキネシス。これでどうだ。テレキネシス。うわら。ディア。心のコスモよ。奇跡を起こせ。ユニコーンキック。ミリオンゴーストアタック。テレキネシス。せや。どうぞ。昇竜派。心のコスモよ、敵を起こせ。うおりゃ。いや、これでどうだ。登れ竜よ、天高く。ぜあ。ここですね。
心のコスモよ、奇跡を起こせ。燃動力ロゾン昇竜派ペガサスリサーチャンユニコーンギャロップテレキネシス！ウルフクラスター！ロゾン！昇竜派！くらえ！
闘を行ったセイントの抹殺の後はこんな小娘を連れてこいとは。一緒に殺してしまえばいいもの。あった、汚い手で沙織お嬢さんに触るんじゃないぜ。何、もう手が来たのか。テレキネシス！ウルフクラスター！ニコーンキック、クラナン、これでどうだ。ロザン昇竜派、ペガサス流星拳、ユニコーンキック、ウルフクラスター。これでやっつけてやる。せや、せや、ペガサスリスターン、これでもか。とせや、ロザン昇竜派、ブロンズ先生に何という強さだ。ジャミア、そいつはあのミスティーたちを倒したんだ。甘く見ない方がいいよ。シャイナさん、あんたまで日本に来てたのか。教皇の密命で人を企てた鬼頭沙織をサンクチュアリに連れ帰って処罰する。なんでそうなるんだ。沙織お嬢さんはアテナの化身なんだろう。その小娘がアテナだと。その言い草、反逆者のアイオルスとそっくりだな。やつはもう死んだというのに、まだお前たちはアテナの名を語ってサンクチュアリに歯向かうのか。ジャミア、さっきから気になっているのだが、この近くにゴールドセイントのような強大なコスモをかすかに感じる。ならばこの小娘をサンクチュアリに連れて帰れば、その企みもはっきりするだろう。セイヤ、その小娘をおとなしく渡しな。セイヤ、ずいぶん成長したようだけど、所詮シルバセント二人にはかなうまい。おとなしくその小娘を渡せ。それとも、この崖から飛び降りるか。セイヤ。なんだ、沙織お嬢さん、気がついたのか。もっと気を失ってりゃよかったのに。一番ヤバいところだぜ。一か八か、俺を信じてみるかい。セイヤを信じています。よし、俺にしっかり捕まってるんだぜ。相変わらずだね。一度決めたら後のことはお構いなしか。
自分の身を盾にして落下の衝撃から私を守ってくれたのですね。この高さから飛び降りてはいくらセイントが常人より強いとはいえひとたまりもなかろう。おやめなさい、苦労のセイント。そうはいかんな。何を企んでいるかは知らんが、もう俺はこれまでだ。アテナの名のもとに命じます。バカな、この小娘からこんな強大なコスモを感じるとは。直ちにサンクチュアリに帰りなさい。そして教皇に伝えるのです。私を捕らえる必要はありません。時が来れば私の方からサンクチュアリに出向きます。うわぁ、サオリお嬢さん、怪我はないか？大丈夫です。聖夜が守ってくれたから。じゃあ、急いでここを離れよう。いつまたシルバーセイントが追ってくるかもしれない。シェリュ、シュン、ヒョウガ、無事だったのか？ああ、ムーのおかげで危ないところを救われた。さっき強大なコスモを感じたからここに駆けつけたんだ。それはサオリお嬢さんのコスモだ。何しろお嬢さんはアテナの化身だからな。アテナの化身だと？サンクチュアリの異変はそのせいか？サンクチュアリで重大な異変が起きたとしか考えられないな。見つけたぞ、反逆者どもめ。全員ここで死ぬがいい。サオリとかいう小娘がアテナだと？笑わせるな。このアルゴルはあいつらとは違うぞ。私の技から逃れた者は誰もいないのだ。燃動力ウルフクラスター、ディアコスモよ、奇跡を起こせ。テレキネシス、ウルフクラスター、受けてみろ。提案、主役は俺だ。
ベンジフレイム。せや。おっ、昇竜派。なかなか手ごわいな。だが敵が一人だろうが何百人いようが同じこと。さあこのアルゴルの力をしっかりと目を開けてよく見ろ。なるほど、これが伝説のメドゥーサの盾か。もう少し気づくのが早ければ。な、何？お前だけどうして？お前が技を放った瞬間、このドラゴンの盾で防いだのだ。だがいつまでも盾の影に隠れていては俺は倒せんぞ。なるほど、ならば。バカな、自ら両目を潰すとは。正気か、シリュウ。そんなものは破れかぶりに過ぎん。仲間がいない世界に比べれば、果てなき暗闇の方がマシだ。これと引き換えに仲間たちの命を救えるなら、両目くらい安いもの。ならば仲間たちと共に死ねえ、シリュウ。見えた、ロザン昇竜派。バカな、たった一つの勝利のために。たかが一つの勝利のためではない、仲間のため、大いなる未来のためさ。シリュウがアルゴルをくれたおかげで石から生身に戻れたぜ。だけどお前の目が。大丈夫だ、俺は五郎法に帰って療養する。シュンとヒョウガもシベリア島アンドロメダ島に戻るようだ。シュンとヒョウガも無事だ。二人もシベリア島アンドロメダ島に帰るつもりらしい。ギャラクシアンウォーズもようやく一段落して、これでみんな静かな生活に戻れるな。よくやったぞ。沙織お嬢様も無事だったし、ゴールドクロスもこうして戻ってきた。みんなありがとう。私も無事ですし、ゴールドクロスも手に戻せました。一件落着だな。俺も傷が治ったら姉さんを探しに旅に出るつもりだ。姉さんを探しに行くのですか？ではグラード財団も力を貸すよう手配させましょう。なんだと？そんなことは許されん。何？セイヤ、やっと見つけたよ。命をもらった。ふわ、シャイナさんもしつこいな。どうして俺ばっか目の敵にすんだよ。教皇の命令がなくともお前を殺さなきゃならない理由が私にもあるのさ。わかったよ。じゃあ場所を変えよう。何か恨みがあるならそこで聞いてやる。シャイナさん、まで俺を付け狙うつもりだよ。訳を教えてくれ。ああ、ならばメイドの土産に教えてやるよ。神話の時代よりアテナを守るセイントは男子だけと決まっているのさ。
女子がセイントになりたければ、女であることを捨て去るためにマスクをつけなければならない。それでシャイナさんもマリンさんもマスクを。でもマスクをつけていないセインティアだってたくさんいるだろう。セインティアはアテナの身辺を守る侍女で、女子でなければならない。私たちとは真逆なのさ。だから私たちのように女であることを捨てたセイントの女子にとっては、マスクの下の素顔を男に見られることは何よりも屈辱的なことなのさ。忘れていないだろうね、前に私のマスクを飛ばしたことを。お前は初めて私の素顔を見てしまった男だから、もう二通りの方法しか残されていないのさ。お前を殺すか、それとも何さ。いや所詮お前と私ではかなわぬことさ。さあおしゃべりは終わりだよ。あの世へ送ってやる、このサンダークローでね。燃料力、これでどうだ。タウルス最大の剣、どうだ。ディア、高まれ俺のコスモよ。そうだ、シャイナさん待ってくれ。俺を殺す以外のもう一つの方法ってなんだよ。それはお前が知る必要はない。お前か私のどちらかが死ねば済むこと。ちょっと待って、なんだこの強大なコスモは。ゴールドセイント、アイオリア。アイオリア、教皇はついに
12級を守るゴールドセイントまで派遣されたのか。アイオリア、久しぶりだな。セイヤ、教皇の命令でお前を始末しに来た。だが同じサンクチュアリで修行したヨシミだ。命だけは助けてやる。ただしアテナの名を語るサオリという女は引き渡してもらう。俺の兄が持ち出したサジ…アイオリア、教皇の命令は絶対だ。このままミスミスやられはしないし。よく今まで持ちこたえたな。どうやら指一本では足りんようだ。強すぎる。指一本でこんな凄まじい威力とは。これがゴールドとブロンズの実力の差なのか。もう一度聞く。木戸沙織という偽物とゴールドクロスはどこだ。俺が自分で探してもいいのだが、お前に最後のチャンスをやろう。アイオリア、俺は自分が守る全てのものを信じている。わからずやめ。ならばこの獅子の引き裂いてやる。サイナさん、なんで俺を。素顔を見られたセイントの女子はその相手を殺すか愛するしかないのさ。バカな。聖夜のコスモはとても温かくて優しい。それを正しいことのために、正義のために役立てるんだよ。だから本当にごめんね。私なんかが好きになってしまって、ごめん。セイヤ、シャイナに免じて今日のところは見逃してやる。だが覚えておけ、アテナを補佐される教皇こそ正義なのだ。違います、アイオリア。
教皇はが思っているような方ではありません。お前がサオリか。ギャラクシアンウォーズを開催し、セイント同士の死闘を先導したという。ギャラクシアンウォーズの本当の目的は、邪悪と対等に戦える実力を持った真のセイントを見つけること。亡くなったあなたの兄アイオロスのサジタリアスのゴールドクロスを継承するために。俺の兄、なぜ知っている。兄は俺の恥だ。サンクチュアリを裏切った逆賊だぞ。いいえ、アイオロスこそ正義を貫いた真のセイント。13年前、まだ赤子だった私は彼に命を救われたのです。そして教皇こそがこのアテナを殺害しようとし、サンクチュアリを自らの手に収めた邪悪の決心。これほどのコスモを持つ者とはまさか。しかし教皇を悪というのであれば許しておけん。あなたが神だというなら、私の剣を受けてアテナだということを証明してみよう。やめろ。なぜお前ごときブロンズセイントにゴールドクロスが。下がれアイオリアよ。これはまさか、ゴールドクロスにある兄さんの魂が。お前にはどちらが正義でどちらが邪悪かの区別もつかないのか。真のセイントなら誰かの傀儡になるべきではない。自らの感じたことを自らの心で判断する正義の守護者であるべきだ。アイオリア、お前はアテナの優しくも強大なコスモを感じなかったのか。兄さんの肉体は13年前に朽ち果てたが、その魂はずっと待っているのだ。アテナを守れるセイントが現れるのを。甘い。やはりあなたも教皇に逆らうのです。サンクチュアリを裏切った兄のように。お前たち、俺を監視しに来たのか。もしあなたが聖夜の首を取れぬのなら、我々に任せていただきましょう。教皇がゴールドセイントまで派遣してくるとは、ついにその時が来たようですね。セイヤ、アテナをしっかり守ってくれ。この罪は一命に変えてお詫びする。あなたにはこれから助けていただかなければならないのです。決して死んではいけませんよ。分かっています。サンクチュアリに戻り、万難を排してあなたをお待ちしております。教皇がゴールドセイントまで派遣してくるとは、ついにその時が来たようですね。本当にサンクチュアリに行くのか。じゃあ俺もお供してやるよ。セイヤ、本当のですか。へっ、女の子一人ギリシャまで行かせられるかよ。サンクチュアリに行くなら俺も加えてもらおうか。僕も行かねばならないわけがありますから。お前たちをみすみす死なせるわけにはいかん。ああ、
お前たちも来てくれたのか。覚悟はいいのですか。生きては帰れぬかもしれないのですよ。俺たちがセイントになった瞬間から覚悟は決まっていたのかもな。この広い大宇宙の中の一つの命として、俺たちの心のコスモはいつも燃える。こうに流されて青春を浪費するだけの人生よりも、信じる者のために戦う方を選びたい。きっと苦しい戦いになるだろう。だがこれを乗り越えれば、サンクチュアリにはびこる邪悪は消え去り、新しい時代が始まるんだ。ちょうどキリのいいところで来ましたんで、一旦ここで終わらせてもらいましょうかね。一通りのところは行ったんで、次から新しい舞台になると思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、また別のゲームでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。